マスコミに出入り禁止になっちゃう、電波の話をするとね。電波ってすごいですね。だ昔チャンネルガチャガチャ回してた頃って途中にサンドストームってあったでしょ、はい、回すとジュ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 みたいになってまた映るみたいな、境目がアナログって曖昧なわけですよ。バンドパスフィルターみたいなつけてなんとかやってるけれども漏れ出してくるんで、基本的に隣のチャンネルは使わない。アナログの場合はガードバンドっていうのがね必要だったんだけど、デジタルはそれ全然起こらないから、空いてるところにデジタルを入れれば全然問題なく、昔のテレビのままでアンテナも全部そのままでデジタル化できるんですよ。アメリカでね、1980年代に UHF 帯に携帯電話が入ろうとしてきた。テレビ局としてはもともとテレビ局に割り当てることになってたから、携帯電話が入ってきたら俺たちの島がなくなると。テレビ業界の政治的なパワーってこと。携帯電話の導入ってその騒ぎで10年以上遅れた。電波ってすげえ闇なんですよ。一番隠したいことなんですよ、電波利権っていうのは。